皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、ついに撮れました。はい、サキバスの金フレ、つまり3回目だから2次フレームのはず。はい、2次フレームが撮れました。まだね、届いてないんですけどね。はい、2次フレームが撮れたので、今回ね、2次フレームを撮るにあたって、実況してなかったんですよ。というのもね、すごい集中してミカ君とね競り合ったんですけど、当然取られてを繰り返して、抜いて追い抜かれてを繰り返してね、今回それをですね、リプレイで、ドロー以外の試合全部後付け実況したいと思います。4、5試合ぐらいあるかな。はい、というわけでやっていきます。1戦目、まあ1戦目じゃないんですけど、まあ、とりあえず1戦目ですね。お相手カエル剣士でスライム引いてます。でこれ今回ですね、大型1体でいってます。これはわざとですね、ここにシャッフル2回あったんですけど、カンガール使ってる時すいません、カンガール使ってる時カエル剣士倒せるキャラ、スライムとかハチとかカニクレフラとか引けないと詰むんですよ。なので大型1本で妥協してます、これ。わざとコスト持ってかれて負けちゃうんで、そうならないための大型1本でカンガールをね切って取り出す。しかしここでゴーレム出てきちゃうんですよね。でゴーレムって強すぎて、金バッジ以上もしくはリーダーだったらカンガール2角なんですよ。出した8コストこれで一瞬で滅ぼされるっていう、もうマジ絶対絶命。ここでグリドラ先発重ねる。これによってさ、グリドラを回復します。足元にキャラがいるんで、でスキル打ってもらって、さあメリューさんで出していきますが、石化しづらいんで一応回復も入れて、しっかりとこの重ね、レイドラプラスメリューさん重ねプラスゴーレムは全部滅ぼし、まあだいぶコスト勝ちはね、いやコスト勝ちでもないか、考えるいっぱい来てるんで、ただコスト負けはしてないですね。さあここね、しっかりとサキバスがいるんで、グリドラも回復してくれますよって感じで、でこれ出てくるミノガール、ただこのミノガール倒せないんですよね。まあ流してサキバスとかね、リケールとか流してもいいんですけど、それでもしねメデューサ1体で全部固まるとかそんな事故があった場合、負けてしまうんで、それだけは避けたいので、まあ、意地でもちょっとミノガール倒しちゃおうかな、火力あるしっていう感じで、スライムはまだ残ってるんで、カエル剣士はね流れてきてもやれるよねっていう感じで、ここにサキバスをちょっとワンテンポ引き目から切って、ディケード3本重ねしてます。あ、1本ずれてるかな。でディケードが全部初手で打ってくれるっていう素晴らしい感じですね。トントントン、これ中型全部やって、かなり、やつも削りました。あと殴り倒してくれるよねっていう感じですね。でコラボでも4体残ってるんで、はい、これ狩られますけど問題ない。でスライム置いて、で後ろにスライム置けばね、あのカエル剣士全部見れるんで、とりあえず問題ないよねって感じで、はい、取って、もう相手もキャラだいぶ使ってるからないですね。あとはコラボ猫で1分あるんで、完全勝利を目指したい。できれば10コス貯めたいけど、どうだろうって感じですね。さあ、あのねスライムは狩られてしまうの、体力ないんでね、スライムをもう1体置いてあげて、後ろは完全に安泰と。コラボ猫あと2体いるんで、このマイマイ倒してからねコラボ猫切りたいんですけどね、なかなかマイマイが強くてスライムからの攻撃全然受けないんで、はい、だいぶ耐えられてますね。まあもう落としに行くしかないよね、コスト的にも、コスト食べられないよねっていう感じでキャラ置いて、マイマイが強いんですよ、スキル打ちまくり、もうひたすら剣士出して完全勝利狙い。15秒、なんとかコラボ猫がね3体生き残ってるんで、押し切って完全勝利。これでね20ちょいもらえたんですよね、めちゃめちゃ惜しかった、ありがとうございます。はい、2戦目やっていきます。まあ正確にはね2戦目って言ってますけど、この実況で2戦目って話ですね。はい、本来はねベッドの上でゴロゴロしながら、追い抜くたびにミカ君のね配信見に行って、ミカ君追い抜いたよって、早く追い抜き早よみたいなね、でミカ君追い抜かれたから、ちょっと行ってきますって言ってミラディブ切ってこれを繰り返したんですよ。はい、なので、やっていきます。でお相手がフォアガリーダーですね。でこれ大型ね引けませんでした、シャッフルこれ最後まで行ってます、全く引けませんでした。フォアガの裏が分かんないけど、もう正直かなり厳しい。でこの時に考えるべきは、何があっても第二取り手が欲しいんですよ。で考えるを切ってでもいい、取っていいぐらい欲しいんですよね。取らないと大型一本なんで潰されてしまうと。だからこれ一回リザ切って剣士取りただけ、取れたらラッキー、取れなかったらすぐ考える気います。ただこれ取れそうだなって感じなんで、このまま一回放置で、あとはカンガルーを置いてバルキリーと。はい、あのバルキリーはカエル剣士もいるし、カンガルーの親心でも倒せるんで、まあ問題ないよねっていう感じですね一応。でフォアガで、このフォアガが問題なんですよね、こいつどう倒すって感じなんですよ。まあ、バルキリーと巻き込めるんでカエル飛ばしてもいいんですけどいいんですけど、ブルドラをね切った方が絶対に楽なんですよね。ただね倍切ってくれたんで、これはカエル剣士アンチなんで、まあいいよねって感じで飛ばして、でカエルが2回飛んでバルキリーにも落とすと。これ素晴らしいですね。これバルキリー育ってなかったかな、
はい、まあ、だいぶ削ってくれて、でアリンコ一気に来るんですけど、このアリンコね、上割りこれ穴入らなかったんですよ。じゃあここでしょって感じでブルドラ切ります。これ上割りね、あの穴3つ出てるんで、すぐには穴入れないですよね。穴潜れないんですよ。なんで向こうに行かないならばブルドラを切る。で倒して、カニも2本出ししてキメラも買って、リザードマンで後ろのアリンコも安泰に倒して、あとはもう干渉の流れで、サキバス切ってもいいんだけど、カエル剣士のこれであのワンパンなんで、スキルあの通常攻撃もね結構削るんで、まあとりあえずカエルでいいんじゃないっていう感じ。あの相手がですね、カエル剣士を止められてないんですよね。あの迎撃が厳しそうで、なのでカエルがね流れるのは全然ありかなっていう。で後ろでコスト勝ちしてもらって、砦を狙う予定ですね。ここはもうサキバス爆発しますけど、もう別にいいしょって感じで置いてます。もう一回爆発しますけどね。はい、あとは砦が欲しい、砦が欲しい、砦が欲しい。サキバスが寄ってくれて倒したことによって、これねよくあるバグっすね。バグじゃないんだけど、なんか剣士出てるけど取っちゃうみたいなパターン。これで砦が全部取れて、まあ、10個差たまんないですけど完全勝利。これで完勝分で2かな、確か元が1だったんですよね。はい、次やっていきます。はい、3本目いきます。全部で5試合あると思います。あのドロー判定系をね抜いて全部で5試合見せられると思います。3戦目、お相手ポックルリーダー。ポックルはね正直苦手です。カンガルーがね一方的に殴られてしまう。後ろには殴れないんで、カンガルーは、まあ、後ろにいるね、もしコガルーがいて、それがねそこその場でやられれば、親心は発動しますけど、そうはならないんで基本的には。これはもうね勝ちに行くつもりでオニンコバイクと進撃ダブル大型で行ってます。どっちも支援大型なんですけど、デスは結構早めに切ることもできるんで、もう押しちまおうと。ポックルが同じところに連打されたらデスでやっちゃおうという感じですね。はい、で足もいるんで、なんとか取り出が欲しいところ、欲しいところではあるんですけど、ここでね1個だけ、まあ、まずとりあえずミスるんですけど、これで取れなくても別に結果的に良かったなと思った部分があるんですよ。これ剣士ね1体に見えたんですよね。2体だったんで、あ、重なってるけどワンチャン飛ばないなと思って放置したら、まあ結局取れませんでした。まあ、これしょうがない。でこの後、まあ取れなくても結果的に良かったかな。なんでかっていうと、ポックルが届いちゃうんですよね、取ったとしても考えるように。でもここでとあの結果的に取れなかったんだけど、それでポックルが届かないから、カンガルーがしばらくコスト勝ちしてくれるんですよ。カンガルー出した瞬間ポックル切られたらね、全然コスト勝ちする前にやられちゃうじゃないですか。なんでまあ結果論ではまあ良かったんじゃねみたいな感じで、あとはカンガルーがじわじわ頑張ってくれて、でお相手もねここにはポックル打ちたくなさそうで、ラインを下げてきます。でまあカンガルーもね、もうあと放置って感じですね。後半頑張れるかな、どうかなっていう感じ。ここでねキャラあんまいっぱい作っちゃうと、後半ね、取り出取られた後にカンガルーがねぶち抜かれたら終わっちゃうんで、キャラの使い方にも注意で、ポックル一体打ちで後ろから圧かけてくるんで、もうここはもうここからデス行っちまおうぜみたいな、ちょっと早く感じると思いますけど、これでレードラも来たんで、ちょうどいいよねっていう感じで、ここに、デス行きます。まあね、ここねカンガルーだけでも枯れるんですよ。枯れるんですけど、バイクは死ぬじゃないですか。ちょっともったいないなと思って、これによってほらバイクがまだ残ってるし、ミニですと、コブリンが行ってるんで圧にはなってるんですよね。あとはデスが絶対に下に行くように何度は剣士とか添えてあげてる。でこうトレント切って壁張って森作りしたから一回放置したんだけど、灼熱で一発で焼かれちゃうんで、もう一回剣士を置きするんですけど、この剣士がこのね次ですね、次の剣士が間に合わないですよね。燃えちゃって殴られちゃうと、まあ殴られちゃったけど、まあとりあえず大丈夫、取りではいった。あとは上のラインのウィッチ虹バッチ、あれをどうするか。まあ鬼んこ切って、で鬼んこで直当てで倒せるんで、倒した後にバイクで拾いたいなっていう感じですね。でこの大型2本どうするんだろう、迎撃大型だったら全部移送されちゃうなと思ったのミノタウロス。これでねトレントは負けますが、デスが生き残る。でデスが生き残ったら強いんですよね。トリデラインであるトレントが生き残った場合、トリデに圧はかかるんですけど、結局トレント流れるんで、でデスを狩られなければ、あの中型戦でねミニデスが、生成されたりとかしますんで、それによってね頑張れる可能性があると。はい、ただ初手麻痺、初手麻痺でですが何もできず、しかしミニデスは召喚、ミニデスは召喚してるんで、ウィッチが相手出してきましたけど、これでね結構圧がかかるねって。今ここでワンパン入ってますね。なんだろう、剣士かな、コブリンか。はい、まああとはね落としましょうって感じで狙いに行ってるんですけど、まあデスがやられてしまって、まあもう無理だね、しかも蜂もいるしって感じで、今から10コスタメンのも間に合わないって感じですね。なんでまあとりあえず前行くか、とりあえず一応ねみたいな、まあ間に合わないですけど、サキバスがずっと遊んでますね。でもこれでね10ちょいもらいましたよ。この時の時点でもう1080超えたはずなんですけど、10ちょいもらいました。めちゃめちゃ美味しかった。
はい、さっきのは13もらいました。で次の試合ね、これがマジで激アツ、フレンドですね。しかもいつも対戦するときにね、苦手意識を持っているひなくんですね。でサタンリーダー、裏は分かんないです。まあキメラかキメガか、まあレドガか、まあでもレドガ弱いからどうだろうっていう感じですね。多分ね中型固定はしてないと思う。いや分かんないです、何が出てきたかちょっと覚えてないですけど。でコスト少し重めなんですけど、レドラ引けたんでとりあえずゴーしました。でここで砦合戦はしません。砦合戦はしない。あのまあちょっと圧かけるんだけどすぐ諦めました。っていうのも考える切って速攻サタン切られてコスト負けしたら、もう取り返しがつかなくなっちゃうんで、ここはもうとりあえず一応前々を受けるどうなるっていう状況。あこれは無理だな、じゃあもう諦めちゃおうって言って、ここからもうキャラも置かない、剣士も置かないで考える後ろっすね。はい、で砦に来るねサタンに対して、上のカンガルーはね多少引っ張られるんですけど、下のカンガルーは引っ張られないいい位置ですね。だからレドラを切って、サタンをやりたい。でここでねレドラに対してキムラが来るんで、このキムラもレドラにブルダラを重ねてあげてホームルと、まあ闇玉で結局ずらされちゃったんですけど。そしてね、このサタン、サタンじゃねえ、なんだっけこれ、なんだっけ名前出てこないわ、ビートルか、ビートルがねカンガルーに食いつかれちゃうとボコられちゃうんで、そうはならないようにしっかりカバーしてあげて、カバー続けて、で灼熱も頑張ってくれて、さけばスキルタイミングがないっすね。はいはいはい、ちゃんとねアンテナ壊して、飛来心は壊して、はい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 、スキルも打ってもらって、しっかり倒してもらってね、あとミリ、これはもう剣士やれるよねっていう感じで剣士出します。はい、コガルでやって全取り取って、でこっからね干渉プラス10個層を余らせたいんですよ。大型も残ってるんで何とかしたいんですけど、魔導騎兵を持ってると、まあこれでブルドラ狩られちゃうんですね。なんでこれもう前々に痛い出しで魔導を一瞬でやりに行く。でブルドラをねの攻撃を避けようとして出してる剣士のおかげでブルドラがスキルを打って、こっからダメージ入ると、でもう一本魔導いるはずなんで、まあブルドラは狩られるよね、多分前々引っ張って狩るんじゃないかなっていう感じですね。その、魔導騎兵をどう倒すかっていうところですね。まあとりあえず前々は切ります。剣士も置いて止めてあげて、まだ1分あるんで丁寧に冷静にやって、相手のキャラ負けをね、キャラが枯渇するのを待ってもいいかなっていう感じですね。ここからとりあえずコスト貯めます。貯めるんですけど、マイマイが前に来るのを待っていて、相手がちゃんと止めてくるんですよ、ケルベロス。なんでここね、もうねマイマイね捨てるのもったいないし、ちょっとカバーしてあげようかと思って、サキバスとオニンコで狩りに行きます、ケルベロスを。ただこれやべえなって、ケルベが強え、ビートルも残ったし、これ強えな、これ突破できないんじゃないかなっていう状況ですね。今サキバスね、どっちも切ってないんで2本切って、さあビートルも勝って、さっきあれも全部やって、でこっちのね第2を狙ってきてるんで、落城勝利するためになんとか第2はしっかり抑えて、もうコストダメは無理なんで、サキバスの火力で早落とせって感じですね。トントン、これで25もらいました。めちゃくちゃうまかったですね。この時やっても1100ぐらいあるんで、1100近くやって25もらいましたね。はい、それではラストやっていきます。このラストの試合これで決まりました。これで味方軍のねとね何度も追い抜きあったポイントを、また追い抜かして、で最後あの味方軍がサタンにスキル打たれまくって負けたのが、確かやたらスキル打たれてた。サタンリーダーがなんかもう最短クールタイムで全力で打ちまくった。はい、やっていきます。でお相手がポックルリーダーです。ちょっとねこれロマンがあって、あのメカ君がこの方に勝ったんですよ。で俺を追い抜いたんですよ。あ、じゃあちょっと行ってくるねって言って、もう一回行って俺がゴーしたらこの肌で当たったんですよっていうねロマンがあるんですよね。で持ってることしたんで、あ、じゃあ勝ちてえな、絶対勝ちてえなっていう感じで、シャッフルは残り1回か2回でした。あ、これ以上もう無理だ、大型2本入ってから行こうって感じで行ってます。でこれもね、あの前回と同じ、もう早めに切ってます。でもこれ2本じゃなくて1本切りにしてます、取れる可能性があるから。でポックルなんでカンガルー狩られるんで、どうせなのでカンガルーは別に1本でもいいんじゃね、前のカンガルーはっていう感じ、そのつもりです。で守りをシマリスで壁張ってあげて、後ろもシマリス、剣士は全部止めて、このねシマリスのね、このあの爆発のあれで多分やれるんで、あそこら辺はカンガルー切ってあげて爆発で倒して、はい、こんな感じですね。でこっからもうゆっくりゆっくり、カンガルーに絶対ポックル打ってくるんで、そのポックルをどう倒すかって感じですね。後ろのカンガルーにも打ってきます。まあロボガーでまず手前のあのポックルはやりましょう。
で一番後ろのね考えではね正直優先度は高くないですけど、2本目が来たんで一応サキバス打ってます。サキバス切ってサキバスでそのまま誘導してくれたら嬉しいなっていう感じ。はい、ここもサキバスもう全部切っちゃえ。でここで、バルーンが来たんでこれラッキーですね。なのでここはポックルやられちゃいましたやつは。まあしょうがない、だいぶコスト使わされてるんでお互いコストがないですね。向こうの方がまだあるかな。でポックルがねマジで強くて、虹ポックルなんでガチ強いんですよ。倒すんですよね。しかもコガルーがここから取れてスパッと取ってくれて、でもう安泰っすね。で何が安泰かって、これも負けが絶対ないんですよ。時間的にも負けがなくて、こっからドローにされる可能性って本来あるんですけど、キャラもないしね、ヒュドラなんですよね。だからドローもありえないっていう。でこれ初手で叩きつけされるってね、これされなかったらねもうちょっと簡単だったんですけど、されてしまうっていう。でまあロボバスター頑張ってくれるんですけど、まあさすがに無理だよねもうねっていう感じ。もう体力もないしやられるよねって思ったら、最後に一発撃ってくれる神。はい、で剣士パラパラ切りながらもうヒュドラドンで干渉狙いですね。で上のラインはもう流せるんで放置、取り出前ですね。一番見るべきはヒュドラ切って、あとは剣士パラ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 やってヒュドラが前行ってくれて、ポックルとヒュドラで止めて倒して、さあ前行って前行って倒して倒して繰り返して、バイキン入るってことはダメージが加速するんで、ダメージ加速するってことは首が飛ぶと、首が飛べば落城のチャンスがあるといった具合ですね。さあキャラをね剣士で止めてくればヒュドラが前に行くよっていう感じで止めてくれたんで、ヒュドラが前に行って城を殴り始める。このヒュドラのね城を殴る火力はマジでやばいんで、コスト中絶対たまんないからもう落としに行こうというわけで、完全消去狙って首飛ばし、ヒュドラもう超強いですね。こうなったら完全勝利で18かな確かもらいました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。これによってねサキバスが、サキバスで強 P が2031まで上がり、そして、キャラ強 P もサキバスで1になりました。はい、ありがとうございます。これによってね金フレ3回目なんで2次フレームが届きます。ただ、今ね時間がね12時半なんですよ、36分、なのでまだ届いてません。時間的に多分大体1時ぐらいに届くんですよね。なんでこの動画編集してアップロードして、で二次フレだけ手に入ったらそれをサムネイルにしようと思います。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。